サイドブレーキ外していきます、うん、ちょっと待ってライト取ってくる、うん、あれ何、で、サイドブレーキレバー外すのに、うん、まあ、コンソールは外した方がいい、うん、簡単やから。でコンソールの動画は多分他で出してたと思う。出してる、社長がやってるやん。そうやな、うん、なんかあれは流用のやつじゃん。そうそうそう、でもどっちにしても撮ってんで、なんか文句できてるやつだったけどね付け替えね、ちゃんと後からやってます、うん、そういうので、コンソール外してもって、うん、この絨毯ブリブ、うん、これあのマジックテープのこれ。マジックテープ、うんうん、あって、うん、でとりあえずさっきあのサイドブレーキのワイヤー、うん、ワイヤーを外さなあかんから、うん、このプラス本体に付いてる、うん、これなくせんよりな、これ特殊やから、うん、テーパーになってるから、うん、なくしたらあと代用品がないから、うん、なん、ん緩めてたん。いやこれゆるゆるゆる、うん、それでこんな、でここに刺さってるからちょっと引っ張りながら、うん、ちょっと引っ張ったら簡単に取れんねん、うん、ここのこれが引っかかってるから、それだけやねんな。で一応さっきここがパチンと入ってるから、うん、後ろパカッと外してもって、うん、でまあネジ緩めたらちょっと緩なるから、うん、でこの芯をこの穴から外してもってギュッと、うん、うん、だ簡単に。ほんで、うん、でこれこれ、はい、ちょっと待ってよ、うん、このこれが、うん、で一応このカチカチカチっとこう止まるように、うん、このなんていうかな、なんかついとんねなんかついとんねやんか。でなんかついてるやつは、うん、とあれやんな、プレートって言ったらいいの、火みたいなやつ、ね、そう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 、うん、火これが10ミリ、うん、10ミリで、うん、こんな感じな、うん、でこの火を外しようかな、火を外し、さっきこう上に上げてきて、うん、火な、うん、火かな、 T にもあのクリ、うん、これです分からへん、もう変えるみたいなやつな、うん、もう分からへん、いた、うん、ほんだら、うん、これがスムーズにいくねんけど、うん、元通りに戻そうと思ったら、うん、この回転を覚えておいてくれたね。何回転したかってことやな、何回回したかってことやな、そうそうそう、自分でここまあ1箇所アイマークつけて、うん、1回転、うん、2回転っていうな、うん、3回転4回転5回転ってこうまあきっちり、うん、あの回転数、うん、何回回したかっていうのを覚えておいてください、うん、なんで、まあ10回転しか閉まってないのに12回転したらこのサイドブレーキ、あ、硬くなる、硬くなったり、今度逆に緩くなったり、5回転しかせえへんかったらの伸び切ってみたいになったりとかそうやな、ブレーキ大事やからこれめっちゃ大事やな、うんうん、でこれでまあその回転数をきっちり覚えててもらって、うん、で同じ回転であの、うん、止めてもらうって言ったらいいかな、そう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 、うん、取り付けて、うん、そうそうそう、でこれはもう取り付けまでいけへんから、うん、うちバラしたのでね、もう外していきます。でまあつけるときはこうやってもって、うん、その回転までいったら、このこっちから、うん、こっちからそのカエルみたいなやつをキュッと、うん、ある程度差し込んでもうたら、うん、で止めてから差し込んだ方が、うん、この回転がいい、あのそのちゃんとした回転のところで、うん、大概もこれとこの火なくなりよるからな、うん、セットであんまりバラしたら、ででもサイドブレーキもこれもよう出してる気がするな、これあのドリフトしてる時にあのこのレバーがあダメになっちゃうの、そう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 、うん、で横なんですが3箇所かな、うんうん、10人10人、うん、10人な、
これもあのそんなに痛くない。うん、アホード閉まってない、うん、アホード閉まってないけど、うん、閉めなかった。ほんまはな、うん、あの規定トルク、うん、規定トルク、規定トルクの時にしたらな、強めにとかじゃまた怒るよ。なんで怒るのか分からへんけど、ホンダなんかな、うん、ディーラー出すやんか、うん、タイヤなんかごっつい規定トルク以上閉まってんで。ああ言ってたな、うんうん、トヨタとかやったら結構緩いけど、うん、ホンダはあの整備してから何キロか走ったらもう一回マシ締めせなあかんとかあれやろ。あ、そういうマニュアル的なのかな。そう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 、ほんならどん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 締めていくやん、うん、硬い硬い、インパクトで外れ、まあ、サイドブレーキの話やからな、とりあえず、うん、これです、うん、3番外してもらったら、うん、いけんねんけど、うん、これこれサイドブレーキのこの引いた時のランプな、うん、これこの下に押さえるとこやな、うん、押さえるとこやね、押さえて引っ張る、うん、これです。これちょっとな分かりづらいんやけど、押さえて引っ張る、だから出っ張りがないから、うん、やりにくい、ちょっと、うん、ここに入るやつで、うん、で押しても抜けへんから、うん、ちょっとこじながら、うんうんうん、くねくねしながらね、うん、でこいつを無理やり抜いたら、うん、今度このこれを入れるときにスムーズにいけへんから、うん、だから痛めへんようにうまいことわかる、うん、で入れるときもあんまりあのそうそうそう、さっきこう入れてもってこう入れへんガチャガチャじゃなくてスムーズで入るところを探してってことやんな。そうそう、どこ気づいかしても、うん、ダメになるから、肩なるから、そう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 、でこれは適量で締めてもらって、うん、その前にサイドブレーキのこれつけて、あ、そうそうそう、忘れてた、これはもうカチッって言うから分かるから、うん、こんな感じでサイドブレーキ、うん、でこの傷めへんように必ず、うん、レバー、うん、これもね綺麗に出品、して出品していきます。ヤフオクも見といてください。うまい人やったらもうコンソール外さんでもいける、いけるけど、まあこの辺やっぱ外さなかんな、そうやな、うん、外してください、うん、まあ、コンソール簡単やからね、うん、やってみてください。チャンネル登録とこれお願いします。